しゃべりおしゃべりアマゾンズ。皆さんこんばんは。こんばんは。重なっちゃって、なんか何これ。重なってみました。重なってみたのね、はい。今夜もおしゃべりアマゾンズが始まりました。さ、35年物語、今日はですね、藤井フミヤさん、について語っていきたいと思いますね。藤井フミヤさんはね、皆さんご存知ですよね、元チェッカーズとしてデビューされましてですね、もうそれはもう大人気のアイドルですね。そうですね、衝撃のね、ね、なんかこの前髪の、あ、そうでございますね。ここがビュンって、ね、チェック、本当にチェックの服着て ね、そう、チェックの服、あの髪型流行ったんじゃないですか、皆さんと、まあ、ね、そう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 、みんなここどうなってんだっけ、なんかこうツンって、わかんない前髪しか覚えてないそう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 、そんなんでね、すごいあの人気が出て、あの絶好調になってきた頃には、私たちはもうそろそろあれですね、コーラスの仕事をアマゾンズを結成して、コーラスのお仕事を始めている頃で、そうですね、なんか私ね、チェッカーズを初めてテレビで見た時ね、マリーンのね、楽屋じゃない、リハーサルスタジオのロビーで、みんなでご飯かなんか食べてる時に歌番組見てて、でチェッカーズをそこで初めて見た気がする、ことを今急に思い出した、それで3人ボーカルがいるじゃない、私あの後ろのひげ生えてる人好きだなって言ったら、サックスの宇田島くんが、とこちゃんああいう人タイプだと俺も思う、私もそう思うそうだよ、とこちゃんはああいう、ああいう、ああいうって言ったらあれだけど、ちょっとほらちょっとワイルド系が、そう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 、ね、ちょっとね、大人っぽい、あのね、高木さんのことですよ、そうですよ、ね、あのなんか好きだなって言ったことを急に思い出したそうでね、まあその頃はだからそうやってテレビで見てるだけのね、あの人気者のグループだったんですけど、それでその、まあ、ユーミンのお仕事してる時になんとなく私の中でこう なんかこう日々の励み、日々の励みってなんだろうって考えた時に、もう20歳も過ぎて、何かこう昔特に過ぎてますよね、そうそうそうなんかこうで音楽を仕事にしてるとね、なかなかこの一人のアーティストにキャーも大好きっていう風になることってね、なんか全部こう勉強み、ね、コンサート見るのも CD 聴くのも全部勉強みたいにやっぱりどうしてもなってっちゃうんで、なんかこの人かっこいい素敵とかっていうのは、なんか俳優さんとかはあるんだけど、ミュージシャンにそういう気持ちを抱くなんていうことがだんだんなくなってきちゃって、なんかちょっと近くなってくる感じもあったもんね。そうだね、そうだね、同じ世界にいる人っていう、まあなんならライバルみたいな感じになってきちゃうんで、ライバルなんでね、恐れ多いいやいやいや、チェッカーズがじゃなくてね、まあそのいろんなアーティストの皆さんが、それで だったんだけど、やっぱりなんか昔その野口五郎さんが好きだった頃のことを思い出すとよ、あの頃はね、ね、私もう本当にね本気で恋してたから、それで壁にね、こう自分の部屋の壁にこうポスターが貼ってあってね、で悲しいことがあったりね、いろいろ学生のね中に生活の中にもいろんなこうねあるじゃないですか、そうするともう悲しいことがあったら泣きながら五郎に語りかけてた五郎にちゃんとこう毎日毎日日々あったことをそう報告して、悲しかったけどな、五郎は明日も頑張る、だって五郎がいてくれるんだもん、で五郎はどんな顔してんの、歌ってるんじゃない、微笑みかけてくれてるの、ポスターだからね、ポスターだからね、いい顔してくれた、微笑みかけて、私歌ってるポスターだったな、いろんなの貼ったって言うんですよ、もう五郎だらけだった、私ポスターとか貼ってなかったな、あ、そう、ポスター貼ってなかったような気がする、なんかほら明星とか平凡とか買うとさ、ポスターがおまけでこうついてきたりさあとなんかLP 買うとレコード屋さんでポスターくれたね、そう、そうだよね、じゃあ貼ってたのかな、貼ってたんだよ、絶対貼ってたよ、でも話しかけてはいなかったんですよね仕掛けてはいなかったな、もう疑似ボーイフレンドですよね、そうでね、そういう人がなんかいてくれたら、なんかこうなんかあのちょっとねこう疲れた時に癒されるんじゃないかななんて思ってね、で例えばもう今私もね、もうこうやって音楽の仕事をしながらそういうふうに思えるアーティストって誰だろう、ちょっとやっぱりアイドルっぽい方がいいし、キャーっていう気持ちが必要なので、だけどあんまりにもそのなんかこうあの曲がねこう
なんていうかな、アイドルチックな曲ばっかり歌ってるっていう、そのアーティスト性があんまりないと、それはそれでやっぱりこうミュージシャンとして興味が湧かないので、なんていうの、なんか誰かいないのと思った時に、あら、チェッカーズじゃない、藤井フミヤさんじゃない、ちょっと待って、それなんで高木さんじゃないの、本当だ、でそっからあのだから ね高木さんは例えばそのあれ私のだからまあこう好きなタイプよ、うん、タイプね、だけど、うん、だけどアイドルだから、サンセのアイドルだから、なるほどね、うん、なるほど、そう高木さんはこう彼氏だったらいいなみたいな、そうそうそう、そういうタイプ、ね、付き合いするならこんなタイプの人がいいなと思うけど、一つのバンドでこうね、一つのバンドでいろいろ分けてたのね、うん、そうキャーっていうにはやっぱりこうあのフミヤさんの華やかさが、そうね、うん、必要な、それはちょっと分かります、そうそうそう、うん、でそのことを思って、そのフミヤさんのこうね、あの乗っかってる雑誌を買ってきて、それでそれをねこう写真をモニターに貼って、自分用のモニターに貼って、それでリハーサルしてたら、誰のリハ、ユーミン、あ、ユーミン、うん、うん、そしたらユーミンが、うん、あら、トコちゃん何、フミヤ君好きなのって言うから、はい、なんか最近ちょっとなんかいいなと思ってるんですなんていう話になって、そしたらそのユーミンなんてもう当然フミヤ君ともお知り合いだし友達なんですよ。でそしたらそのリハーサルスタジオがね7階建てぐらいのね大きなリハーサルスタジオで、うんうん、いろんな階です、いろんなアーティストの人がリハーサル毎日やってるんですけど、別の階でチェッカーズがのリハーサルが始まったの。そしたらユーミンが、トコちゃんさ、休憩時間になったらさ、あのフミヤ君に会わせてあげるよって言ってくれて、うん、本当ですかなんつって、うん、で3人でね連れてってもらって、うん、ついてった、ね、ついてったの覚えてる、ガラガラガラってこうだけでね、こんにちはなんつって、私たちアマゾンズと申しますなんつってね、そうそうそう、で私はああいう時ね、ダメなのよ、あ、フミヤさんですか、もう握手してくださいとか、そういうタイプじゃないの私、うん、割とじっとり応援するタイプなので、じっとりって、うんそうだからなんかもう全然ね、なんかあのご挨拶ぐらいで終わっちゃってて思うよ、あの時、そうそう、だからそんな私がファンだとかそういうことも別に伝えることもなく、うん、でもなんか知んないけどサインがあるの、誰のチェッカーズの、どこに、我が家にそれは何かな、なんでかしら、その時にもらったのかもしれないよ、なんでなんでか知らない、チェッカーズ全員のやってくれたのかどうか、うん、全員のサイン、うん、だと思うけど、サインだからこう、サインなんてもらってなかったと思うけどな、うん、だって縁がこうチェックになってて、それはなんか、それはなんで CD かなんか買ったんじゃないですか、本当はファン、違うの、本当は実はもう本気のファンだったり、本気のもっと本気ファンクラブが入ってて、うん、ね、そう、それでね、それでちょっとその毎日結構チェッカーズも長いあの期間リハーサルしてたから、毎日同じ箇所にこう通ってるので、うん、エレベーターが1個しかないんですよ。だからエレベーターでばったり会ったりとかねして、うん、挨拶なんかできるようになっちゃって、やだ思ってない、普通におはようございますっていう、そうそうそう、思い出話してね、もうなんか今いろいろ思い出しちゃってね、うん、そうなんです。でね、まあそんな日々があったんですけど、まあそのそれっきりですよ、もちろん、うんうん、それであのでも一回ねちょっと飲みにも連れてってもらったの、その時はね、あのユーミンと、うん、フミヤ君と、うん、直之君と、うん、私と、うん、しかもうちの妹もいて、たまたま上京してきてたから、それすごい組み合わせですね、本当だね、うんうん、それで飲んだことも一回ありましたけど、まあ、もう緊張しすぎて何喋ったか何も覚えてないんですけど、うん、そう、でそんなことがあって、まあ、時は経ち、ね、それ でチェッカーズは解散しちゃいました、残念ながらね。で解散しちゃって、まあ、遠くからね、このチェッカーズのみんなは一体この先どんな風にこの音楽活動を続けていくのかななんてことをちょっと見てたら、そしたら藤井フミヤさんはあれでしたね、もうすぐにソロデビューして、うん、ですぐに、ドラマの主題歌を歌っちゃって、うん、すぐにヒット曲も大ヒットしちゃいました ね、うん、ねえ、明日なる白書、うん、はい、見てました、見てました、うん、見てました、うんうん、誰が一番好きだったの、木村拓哉さん、ね、そういった意味で私たちもアイドルだったらね、そう、木村拓哉さん、あの頃は大好きだった、木村拓哉さんのファンでしたよ、うん、なんて可愛いんだろうって、うん、素敵、久しぶりにそういう風に思えた人かもしれない、私も、私ね、堤堤違うね、堤さんね、堤大二郎違うよ
や、いましたね。堤真一？違います。違う。堤京平。違います。いいですね。私大好きです。堤京平さんいましたね。ね、知ってます。もう出演されてて、うん、あ、スナロ白書に。そう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 、うん、そう。チーン止まんないで。そ、うん、その人が私 その時は好きだった。あ、その時はね、うん、時が経てばね。そう、そっからでもね、ちょっとしてから木村拓哉さんがなんかね、女の子と女の子がね、木村拓哉さんがこうやって寝てるの。そうすると隣でね、女の子が、彼女がね、こうやってこう、うん、なんかここに何かをこうやってやるのよ、うん、そうするとふんって目覚ました木村拓哉さんが、しょうがないなっていう感じでチューするみたいな CM があって。あらららら、うん、CM、うんうん、なんか多分リップかなんかCM だと思うんだけど。でも分かる、木村拓哉さんにリップは分かります。なんでかというと、うん、その昔、うん、木村拓哉さんの唇ってハート型みたいって思ったことがあり思ってたことがありました。唇の形も変わるじゃない、うん、年とともに、ね、変わる、変わりますね、うん、顔が変わっていくじゃない、うん、でもあの若い頃は、うん、郷ひろみさんもそうでしたけど、うん、ちょっとハート型のここがね、こうピューってハート型ポテッとしてたんでね、ぽってりね、うん、まだね、こう、うんうん、脂肪がいっぱいね、うん、まだプチプチしてるからね、うん、まあ確かにね、セクシーな唇でしたけどね。そう、それでね、まあそのそういう、だからまあそうそうたるメンバーが出演するアスナロ物語の主題歌を歌って、アスナロ白書ね、アスナロ白書のね、うん、主題歌を歌って、藤井フミヤさんはまたこうスターダムにバーンと上がっていって、うん、活動しているわけですけど、まだ全然アマゾンと接点は何もない、うん、ね。で、そこから時は経ち、アマゾンズは、前回もあのお話ししましたけど20周年を迎え、うん、それで、まあ、あのそこの下りは前回の YouTube を見ていただきたいんですけど、まあ、久しぶりに3人でこう活動が再開できるようなあの状態ができて、まあ、まずは自分たちで CD を作り、自分たちのライブをし、なんていう活動を始めた矢先に、藤井フミヤさんところから、ツアーのコーラスをアマゾンズにお願いしたいというお話をいただきまして、びっくりしましたね。うん、なんでアマゾンズ、えってまだ覚えててくれたの、それともどっかで何かの情報を聞いてオファーが来たのみたいな、びっくりしましたけど、まあ、言ってみたらば、これが特別な企画で、そのまあ普通コンサートにはドラム、ベース、キーボード、ギター、ね、こう5、4リズムとか言うんですけど、それに、まあコーラス、ね、コーラスと、あとブラス、管ね、あとは弦、ストリングスチームっていうのは、これはまあ必ずいるあのポジションじゃないですね。いないコンサートもいっぱい世の中にはあります。でもこれが全部揃うっていうこともまずないじゃん、ね、まあね、そうだね、管と弦とコーラス、うん、これが全部あるコーラスなんてものすごい贅沢で、すごいゴージャスなあのサウンドが出来上がるんですけど、それを藤井フミヤさんのコンサートで企画されて、そこのコーラスを担当するのがアマゾンズっていう話だったんですね、うんうん、これすごくないですか、ね、ね、うん、初めてだったね。だからあんな、そのなんていうの、スリーウェイティーね、いう、うん、あのツアーでしたけど、うん、そんな企画を立ててるアーティストいるんだみたいな、うん、初めての試みですよね、うん、まあ、そのツアーの前 その武道館ね、最初はそう武道館から始まる、うん、武道館で一回一度に返してやって、うん、それで次の年は、コーラスの日、今日はコーラスの日、今日は、ストリングスの日、うん、今日はブラスの日っていう風にこう日替わりでね、私たちが参加するようなツアーをやりました。でそこからですね、2005年、2006年のスイーウェイデライト、そこから、2007年はクラブ藤井東京フューチャリング F ブラッド、これもうディスコブリブリの、あの本当ね、休みなしっていうか、なんていうんですか、ノンストップ、ノンストップ、うん、ノンストップで20分か30分かずっと曲がつながって、全部ずっとディスコビートの中に乗っかってるっていうかっこいいライブでした、うんうん、かっこよかった ね。そして2008年 F ズキッチン、そして2010年が、スプリングフィーバーっていうコンサートで、これが最後になりましたけど、でこの時にね、なんかあのいろいろと観光がね、観光に連れてってもらって、それで
観光に連れてってもらった？その福岡公演の後に行き、あ、行きね、行きに連れてもらって、ね、一晩旅館に泊まって、うん、美味しいもの食べて、あれ行きでも仕事だったよね、絶対ね、そう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 ね、うん、うん、それで吉本食べて温泉入ってみたいなことがあったりとか、うん、あと沖縄にね、初めて全員で行ったんで、なんかあれも楽しかったですね。やっぱり沖縄ってあの必ずそのちょっとお不備をね、うん、あの作ってくれるんです、あのこの、 あの大きいツアーに参加すると。それはあのユーミンもそうだったし、久保田俊信さんとことかもそうなんですけど、うん、なのでみんなでそうやってちょっと遊ぶ時間がもうすごい楽しい思い出として残るんですけど、でおまけに私たちなんか遠泊して、そうよ、ね、うん、沖縄観光ね、うん、あの姫百合の塔のね、あそこ行ったり行ったりそう、これは首里城ね、首里城ね、焼けちゃいましたけど、まあ、ここにね行って、じゃあ記念だからね、うん、コスプレしましょうかって言ってね、やりましたね。この写真はフミヤさんに送りましたよこれ送った、これ送りましたよ、楽しんでるねって、うん、だって男子はあの時ゴルフかなんかだったのよね、うん、そう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 、そう、で私たちはじゃあちょっとさ、なんかね、観光じゃない、車で行っちゃおうぜなんつって、うん、そうだったそうだったね。そんな楽しい思い出もね、いろいろありましてですね、何かこう今もね、あのたまにね、あのリハーサルスタジオで隣のスタジオにね、うん、ありましたね、そう、見たりするの、そしたら必ずね、3人で、うん、あのお邪魔して、はい、ワイのワイの大騒ぎしてうるせえんだよ、メイたちって言われながらどうも失礼いたしましたって言って帰ってくるんですけど、そう、まだね、カウントダウンもやってるのかしら、そうだね、一年やめたんだけど、一回ちょっとね、うん、あのなんかその時の理由もね、あ、でもやってるかもしれない、なんか素敵だった、なんかそのね、自分のこうファンの皆さんがお母さんのね、こう世代の人が多いじゃない、それで大晦日のたんびに家族をほっぽり出して、うんうん、その僕のところに来てもらうのも何か心苦しいような気がするので、一旦ここで終わろうと思いますっていう、その理由がまたなんか本当にそういうなんかこう優しいよね、そういう理由だったの、そう言ったの、まあ、それが全てじゃないと思うけど、それでもなんかそういうこと言うって本当に思っててもおかしくないんだよね、この人ってっていう ね、うん、そうね、本当にそういうなんかね、こう優しい気持ちが、そう、なんかこう普通の感覚をなんていうのかな、うん、持ってるっていうかね、そう、うん、でね、お料理も上手でね、お宅に行ってあの、うん、あれね、いろいろごちそうになったりもしました。そうでしたね、うん、そういえばお花見、お花見ね、お花見ね、ね、うん、招待してくださって、はい、バンドのみんなね、ね、うん、そうそうそう、そうでした、そうでした、楽しい思い出がいろいろありました。またなんかね、一緒にできる時があるといいと思います。よろしくお願いします。さあ、はい、ベルが鳴りましたのでですね、今日は、うん、やっぱり藤井フミヤさんといえばトゥルーラブじゃないの、そうでしょう。でこれね、一緒に歌ったことがもちろんね、バックコーラスとして歌ったこともあるんですけど、うん、私たちの、20周年のコンサートの時にそのゲストで藤井フミヤさんに出ていただいたんですけど、その時にトゥルーラブをね、一緒に歌ったので、その時そのアマゾンもまあまあこう、なんていうと、フューチャーする感じで作ったアレンジがあるんです。でそれをですね、今日は久しぶりに歌いますけれども、これ、ワンコーラスやりますね。それで A メロ A ダッシュね、でラララララタラララララタラララララタラララタラララララ、ここまではアマゾンズが歌いますね。でその後ダラララサビ、サビ来ました、サビが来ましたら、さああなた歌ってください。あなたが藤井フミヤです。藤井フミヤの、そうね、そこから私たちバックコーラスにも転身いたしますので、久しぶりの参加型じゃないですかこれ。そうですね、ちょっとここね、ここのとこね、ね、あの聞いていただいてた、ね、今日はなんか共演って感じですかね、これ共演です ね、うん、っていう感じでオープンしたね、コラボでございます。じゃあ皆さん張り切ってどうぞ。ワン、ツー、ワン、ツー。振り返るといつも君が笑ってくれた。風のようにそっと眩
しすぎて目を閉じても浮かんでくるよ。涙に変わってく君だけを。でしょうか、トゥルーラブ、ね、なんかこういい曲、切ない感じもありながら、うん、優しい感じもありながら、ふみやくんぽいね、すごい、すごい、15分ぐらいでできちゃった曲なんだって、すごいね、天才だね、うん、ね、名曲ってやっぱそういうもんなんですかね、ね、作ってみよう、は頑張ってください、挑戦しよう、はい、ね、そうだね、うん、いや、ね、何ができるか、ね、そうよ、分かんないんだから、やってみなきゃ分かんないんだよね、そうそうそう、ね、一生に一曲ぐらいこう名作ってね、人は書けるって、ね、うん、そういえばトコちゃんのママがハワイに行って、あの英語の学校に行って、うん、一番最初に書いたやつ、トゥルーラブだったよね、そう、トゥルーラブ、いい言葉でございます、はい、いかがだったでしょうか、今日は藤井フミヤさんについて語りました、35年物語でした、はい、来週もどうぞ、来週じゃないよ次回もどうぞお楽しみに、バイバーイ、バイバーイ。